ギュスターブ・フローベールは、フランスの小説家、ルーアンの下界の息子として生まれる。当初は法律を学ぶが、後文学に専念。1857年に4年半の執筆を経て、ボバリー夫人を発表。ロマンティックな想念に囚われた医師の若妻が、貫通の果てに現実に破れて、破滅に至る様を霊威な文章で描き、文学上の写実主義を確立した。他の作品に、 感情教育、サランボー、三つの物語、ブバールとペキュシェなど。フローベールは作品の中から作者の主観を排除し、客観的で精密な文体を通じて、作中の人物に自己を同化させることを心情とした。風紀敏乱の罪が問われた、ボバリー夫人裁判中に語ったと言われる、ボバリー夫人は私だという言葉は、彼の文学的信念を端的に表すものとしてよく、 知られている。ノルマンディ地方の都市ルーアンにて、下界、アシル・クレオ・フロー・ベールとアンヌ・ジュスティーヌ・フロー・ベールの間に生まれる。夫妻は6人の子供を設けておりギュスターブは第5子に当たるが、第2子、第3子は生後間もなく、第4子はギュスターブの生後すぐに死んでおり、ギュスターブは9歳上の兄と2歳下の妹を持つ3人兄弟の次男ということになる。 父は、ルーアン私立病院の院長であり、幼少期から、死や病を身近に見ながら育った。9歳の頃すでに物語を書くことを試みており、また両親に連れられて、感激に行くと劇作家を夢見て、芝居の脚本を書くなどしていた。ルーアンの祭りでは、悪魔と戦う聖アントワーヌの人形芝居に夢中になり、この主題は長く彼の生涯につきまとうことになる。 1831年、9歳ハンルーアンの王立中学に入学。文学と歴史が得意科目で、前年からの友人エルネスト・シュバリエのほか、アルフレッドル・ポワット・バン、ルイ・ヴィエラと親しくなる。フロベールは、ビクトル・ユーゴー、アレクサンドル・デューマ・ペール、ミュッセ、より後には、ボルテール、シェイクスピア、ラブレーといった作家を読みふけり、作家を夢見て、物語を作ることに熱中した。 10代の頃の創作には、ロマン主義的な陶水や大げさな文章が多いが、反面風刺的な小話や公職話といったものも多数手掛けている。現存するもので最初の文章は1831年のもので、コルネーユを賛美する短文、続いて、便秘の研究と称する文章が残っている。1836年の夏の休暇の際に、一家で、 トゥルービルの海水浴場へ旅行し、ここで、パリで音楽出版を手掛けているシュレザンジ夫妻と出会う。14歳のフローベールは11歳年上の夫人に、激しい恋心を抱き、旅行から帰った後にこの出会いを主題にして、狂人の手記を執筆した。夫妻との付き合いはその後も続き、後に、感情教育でもこの題材を取り上げることになる。 1837年、年上の友人で先に卒業していたポワット版の主催する地元新聞、ハチドリに、バルザックの結婚の生理学から着想を得た風刺的な作品を掲載、これが初めて公にされた文章となる。1838年より高等学校に入学、ユゴー、モンテーニュ、サド、ラブレー、ゲーテ、バイロンらに浸水しつつ、 芸術と商業、マテュラン医師の葬式、ラシェル城などの物語、また後のセイアントワーヌの誘惑を思わせる中世風の刺激、スマールに力を注ぐ。哲学家に入ったフローベールは当初教授に可愛がられたが、しかしその後強権的な教授に変わると、クラスを上げて反発、抗議文書を書いて、署名を集めるなど、単願活動を行った。 これにより退学を恐れた父の判断で1839年12月に学校を辞め、フロベールは翌年のバカロレアに独学で臨まなければならなくなった。バカロレアに合格したフローベールは父の友人に伴われて南フランスとコルシカ島を旅行した。この時コルシカ島からマルセイユに戻り、フロベールはここで取った宿を経営していた35歳の クレオールの女性を相手に童貞を失った。1841年、パリ大学に入学。父の勧めで法学を学ぶが、自分の性質と合わない学問に非常に苦しんだ。当初は自宅で学習していたが1842年8月より、パリで住まいを借りここで生活を始め、勉強の傍らで、ゲーテの若きワエルテルの悩みやシャトーブリアンのルネなどから着想を得つつ、 マルセイユでの思い出を題材にした作品11月を書き始める。パリでは彫刻家ジェームズ・プラディエの家で憧れの作家ユゴーと対面したほかシュレザンジュ家を訪れて夫妻と再会し同家に親しく訪れた。またこの頃に同い年のマクシム・デュ・カンと出会い文学的野心を共有する二人はすぐに親友となった。1844年1月。 ルーアンに帰郷したフローベールは、一別荘の建設予定地を見に、兄と共に、ドービルへ旅行し、中途でめまいを起こして、意識を失い混沌した。フローベールはしばらく療養したものの、授業登録のため再びパリに赴くと、直後に発作が再発、事態を重く見た父の判断で法学の勉強は、諦め、家族の目の届くところで静かに暮らすことを余儀なくされた。父は、 息子の陰性場所を作ってやるためクロワッセに館を作ってやり、フローベールはここで帰って様々な心配事を免れながら熱望していた執筆生活に専念することができるようになった。フローベールは平穏な生活を送りながら感情教育を書き上げるが、父の財産管理のおかげで経済的な不安がなかったこともあり、出版は考えなかった。 次第に健康状態も良くなり、1845年に妹カロリーヌが結婚すると、両親と共に新婚旅行に同行した。この時ジェノバのバルビ宮殿で、ブルーゲルのセイアントニウスの誘惑を見、セイアントワーヌの誘惑の着想を得て、準備を始めた。しかし、父がにわかに病気にかかり、1846年1月に急死。その1ヶ月後には、 三熟熱がもとで、妹カロリーヌが死去するという不幸に見舞われる。一家の大黒柱を失ったフローベールは、カロリーヌの娘を引き取り、父の遺産からの年金に頼りながら母、メイト三人で、ある時はルーアン、ある時はクロアッセとスミカを移すという生活を始めた。1846年7月、フローベールは、カロリーヌの共造を、プラリエに依頼するために、パリに出向き、 彼のアトリエでルイーズこれと出会う。すでに様々な作家と浮き名を流していた11歳年上の女性詩人にフローベールは魅了され、以後数年にわたり恋愛関係に陥ることになる。1847年4月、激しい安いルイーズとの関係に疲れていたフローベールは、マクシム・リュカンと共に旅行を計画し、途中神経の発作に見舞われながら、ブルターニ方面を3ヶ月かけて、 旅行、帰郷後は、デュカンと共同で旅行記を執筆した。この年の末よりフランスは政治的な混乱に揺れ、翌1848年2月23日、フローベールはルイヴィエと共にパリに出向き、新聞に予告のあったデモに突き従った。パリの混乱に面したフローベールは、自らも領中を手に国民軍に参加し、 シュイルリー宮殿では民衆による略奪を目にし、パリ市庁舎では共和国宣言を聞いた。彼が目の当たりにした2月革命の光景は、後に改め筆した感情教育にそのままの形で描かれることになる。フローベールは再びクロワッセにこもり、聖アントワーヌの誘惑を書き始めたが、11月にデューカンがアルジェリア旅行から帰ると、再び旅行への渇望が起こった。 母の同意が得られると翌年まで、セイ・アントワーヌの誘惑に先進し、旅行に出る前の1849年9月に、完成させると、500枚の原稿を丸4日かけて、デュカントルーヴィエに読み聞かせた。結果は、惨憺たるもので、二人は、文章のロマン主義的な熱狂や、単調さを非難し、出版に反対した。フローベールは、大きなショックを受けるが、 この時二人からバルザックのような非禁なテーマに取り組んでみるよう勧められたことがボバリー夫人がフロベールのうちに敗退するきっかけとなった。10月、デューカンと共にオリエント旅行に出発、エジプトからパレスチナ、シリア、トルコ、ギリシャ、イタリアを21ヶ月かけて回る。この旅行中に梅毒を移されて急激に頭髪が抜け、 また太ったことで要望が様変わりした。1851年6月帰国。9月より貫通を題材にした新たな小説、ボバリー夫人の執筆を開始。クロワッセの自室で自身の文体と格闘、変質的な遂行を繰り返し、執筆に疲れるとパリに出向いて友人のもとを訪れた。ルイーズ・コレとの関係も続いていたが、 彼女が私生活に口を挟むことに豪うにやし、1854年に手紙を送って絶縁している。1856年4年半六頭の末、ボバリー夫人が完成。流刊の主催するパリ評論に分割掲載され反響を呼ぶ。この雑誌掲載されたボバリー夫人に対し、1857年1月に、検事エルネスト・ピニャールにより、 公衆道徳違反の裁判が起こされるも、弁護士、セナールの名弁論により、無罪を勝ち取る。なお、検事エルネストは、この直後に、ボードレール、悪の花の訴追を行い、こちらは、有罪判決となっている。後年、この検事は、匿名でわ説集を出版していたことが判明した。1857年4月、レビ出版より、ボバリー夫人が刊行される。 すでに裁判によって知られていたことからベストセラーとなり、フローベールはこれによって一挙にその文明を確立した。批評家には無理解を示すものも少なくなかったが、ボードレールからは好意的な評価を受け取った。この成功により著名人となったフローベールは、パリの分断で多くの交流ができ、特にサントブルブ、テオフィル・コーティエ、コンクール兄弟らと交流を持つようになった。 その場での原稿は、コンクールの日記に多く記されている。ボバリー夫人を完成させたフローベールはすぐに、セイアントワーヌの誘惑の解作を試み、その後、古代カルタ語を舞台にしたサランボーに取り掛かった。作品ごとに膨大な資料を読み込み文体を練り上げる創作方法のため、フローベールは、以後数年に一作のペースで、少数の作品を発表していくことになる。 1858年にはサランボーの舞台を見て回るためチュニスを旅行し、さらに数年をかけ1862年にサランボーを完成。前作から一転した壮麗な古代小説に当惑した批評も多かったものの評判となり、ボードレールやゴーティエ、ユゴーラも賛ジを送った。中でも心のこもった表を書いたジョルジュ・サンドにフローベールは感動し、 以後この老作家との親しい付き合いが始まった。またこの頃に、サントブーブの夕食会で、ツルゲーネフと対面し息統合、気の知れた仲間となる。1863年には、コンクール兄弟と共に、ナポレオンの名マチルドコーヒ妃の晩餐に招かれ、彼女のサロンにも出入りするようになった。皇帝ナポレオン三世にも拝越し、1866年には、 レジオンドヌール勲章を受け取っている。1869年、自らの青春時代をモデルにした自伝的な作品、感情教育を出版。凡庸な青春時代をゆったりとした時間の流れと繊細な心理描写で描き出した今作は、フローベールの自信作であったが、しかし批評家の徹底した無理解にさらされ、わずかにサンドや空からの評価を得たに過ぎなかった。 本もほとんど売れず、フローベールはひどく気落ちすることになる。感情教育の失敗後は、セイ・アントワールの誘惑に見たび取りかかるが、不屈戦争の拡大により中断を余儀なくされた。1872年に書き上げると、すぐに最後の作品となる百科全書的な小説、ブバールとペキュシェの構想を得た。 1873年には、ブバールとペキュシェをしばらく置いて、義局、立候補者を書くも、手ひどい工業的失敗に遭う。1875年、財産管理を任せていた名の夫、エルネスト・コマンビルが破産し、煽りを受けて生活が急暴する。フローベールは、ゾラや、ツルゲーネフラ友人たちの本走で得られた、公的年金、融合の働きかけで得られた。 出勤義務のない図書館の出向職員の地位を屈辱を感じつつ甘んじて受け取った。こうした経済的な不安によって、ウバールトペキュシェは中断を余儀なくされ、三つの物語を書いてきを取り直した後で1877年に、ようやく執筆を再開、以後はこの長編に全力を傾けた。晩年には、新しい世代の作家からも巨匠として認められるようになり、 アメリカからヘンリー・ジェームズの訪問も受けた。また晩年のフロー・ベールは、旧友の多い、モーパスさんを愛弟子として、ことのほか、可愛がり、自作の売れ行きにも増して、彼の作品の成功を気にかけていた。1880年、ブバールとペキシェの完成を水して、クロワッセの自宅で死去。遺体は、ルーアンの記念墓地に葬られた。ボバリー夫人で非敵な題材を聖地な客観描写で、 作り上げたフローベールの手法はその後、ゾラ、モーパスさんに引き継がれ、写実主義から自然主義という文学的な潮流を用意することとなった。その一方で徹底した文体の調達を通じて、作者の痕跡を消し去り、作品を恐れ自体で成り立たせようとしたフローベールは、後のヌーボーロマンなどによって、カフカ、プルーストに連なる現代文学の先駆者として位置づけられるようになり、 元来評価の分かれていた感情教育やブバルトペキュシェなども再評価されるに至った。感情教育を青年期から愛読したフランツカフカなどその精密な文体に反を求めようとした作家も多い。ウラジミール・ナボコフは法律や科学の言葉を何ら個人的な干渉を差し挟まず皮肉な正確さを持って作品に取り入れたカフカの手法は フローベールの方法とまさに同じものだと論じている。著名なフローベール論としては、アルベール希望での先駆的な著作、ギュスターブ・フローベール、サルトルの未完の対策評論、家のバカ息子、バルガス領サの作家論、果てしなき共演などがある。また、イドワード・サイードは、オリエンタリズム第一章において、フローベールのエジプト旅行記や、サランボー、 セイ・アントワーヌの誘惑の読解を通して彼のオリエンタリズムを論じ、日本の特に比較文学研究の分野にも影響を与えた。日本のフローベール研究者としては中村光夫、山田尺、蓮見重彦、工藤洋子などがいるほか、作家では金井美恵子などがフローベールの影響下にある。生涯は主にトロワイやフローベール伝を参照している。ありがとうございます。